that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion. Live it up, live it up, live it up. Sweet emotion. Every time, every night, you and I. いよいよ、どうもいよいよですよ。来ました。ここ荒川登山入り口、登山口ということで、はい、朝ね4時半ぐらいに、まあ、起きて、まあちょっとバスでここまで来て今6時半なんですけど、どうですか？いやまだちょっとまだあまり見えないけど、うん、楽しみです。ちょっと眠い。いやここはあんまり、ここは大丈夫。俺は眠いよ。道中片道5時間、うん、5時間で往復で10時間かかる長い道のりなんで、まあ、ちょっと気をつけてね。そうね。でもなんか、うん、昨日ちょっとねホテル、まあ、ゲストハウスのスタッフと話して、うん、まあ、撮影しないだったら多分3時間とか4時間とか3時間半ぐらいかかるから、うん、まあ、多分俺らはねちょっと5、6時間かかる気分があるけど、うんうん、まあ大丈夫でしょう。ちょっとまあ楽しみながら頑張っていこうかなと思います。じゃあ今日の Vlog スタート。で今ね通ったトンネルが、TNT ダイナマイトで開けたトンネルらしいです。迫力のある橋とトンネルがね続いてて、ここまでで結構時間食っちゃったんでペース戻してね頑張っていきたいと思います、はい。
ウィルソン株、あのハート型のとこ。もう OK、いいよ、大丈夫。水が綺麗やもんな。なんかモンスターハンターみたい。確かに。でもマジでね、なんかね、ゲームとかムービーでこっちがなんかインスピレーションなところがマジわかってる。なるほどなって思う ね。なんかね、この世界でこういうところあるなみたいな。到着です。おお、ここです。え、上じゃない？いや、右と、なんか北と南の、あ、両方からもいいですよ。うん、あるから。ほらほら、こういう感じ。右、そう合ってる。気をつけて大丈夫、木島優くん。あ、すいません。そこで、これ多分これでしょ、これこれでしょ、これどれ、これこれか、これと思う。はい、これは日本の縄文杉。Swipe out the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead and detox. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Dagging in the city, all we wanted was a hug, yeah. We on the block like every night to catch a buzz. Get the cash and take my family out the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. Knew I should've died, that's why it's hard to stay sober. Glad to see the sun, but my heart getting colder. Life's all crazy, what we been through. When you die, the only time that they gon' miss you. Tell my mama no more tears, no more tissue. Ooh, just some hood baby with some issues. Hood baby from the struggle. Long time had a hustle.
です。これです。はい、ということで5時間半かかりまして、まあちょっと撮影しながらだったんで、多分普通に歩いたら3時間半とか4時間半とか、そのぐらいで着くんじゃないかなと思うんですけど、まあ、結構きつかったね。うん、でもきついけど、めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗、確かに。多分本当に他のね、トレッキングに比べてまだ大丈夫と思う。そう、どっちかって言ったら結構初級、ね、なんかアマチュア向けの、なんかスタミナただ結構かかりそう。そうだね、かかる。スタミナとメンタルと、うん、はい、ということで、まあ本当来る途中のプロセスというか、過程がやっぱり本当にすごくて幻想的、もうゲームの世界とかでしか見たことないような、もう本当にね、マジそれね、なんかもうなんか冒険者のレベルアップ、そう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 、日本気が入ってました。ここ日本みたいな、本当異世界行ったかもしれない。いや、そうね、そんな気分だった。いや、日本にそのところもある、すごいな、すごいなマジと思った、うん、いや本当に皆さんここに来てほしい。じゃあ今からは、今から5時間半かかって登ってきましたが、あと5時間、4時間半以内に降りないといけないので、ちょっとバタバタ下っていきたいと思います。大丈夫と思いますけどね。まあだから帰りの動画あんまないんで、ちょっとまあ今日はそうここまでにしたいと思うんで、よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。でマリウスの動画もまあいつか上がる予定なんで、はい、概要欄のリンクから気になった方はチェックしてみてください。お願いします。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、明日バイバイ。また明日、また明日、また明日、See you Goodbye Say hello to New York City。 焼くすぎじゃない、ここは楽すぎです。And say hello to New York City。 危ないということでロープを作ったんですね、あの前の枝にかけて。だけど、あのメッキをあそこに下げた時に、なんかね、そのロープを外しました。なんて書いてある、見ていただいたら分かるように、前のあのクニョンとして枝が折れれば根元から胴体下がるので、これで両もつかるこれ折れれば、そうそうそう、8本だと、はい。